皆さんこんにちは、ラッキーです。今回のテーマは賢いお母さんの子育て術、本当に大切な2つのことということで、子供にはいらぬ苦悩をさせたくない、自分で生きていける力をつけてほしい、そして自分の人生を喜び楽しんでほしい。親であれば誰だってそう思いますよね。ではそのためには何が必要かというと、この2つ。子供の自己肯定感と自立心。子供にとってこの2つは何より大事。植物で言えば水と太陽です。自己肯定感とはありのままの自分で OK だという感覚。自己肯定感の高い人は自信を持って人生を歩んでいけます。やる気にあふれ、ストレスにも負けない強い心を持つことができます。一方の自立心は、自分の力で人生を切り開いていこうという気持ち。自立心の強い人は誰に言われなくても自主的に行動できます。自分の人生を自分で組み立てていくことができます。この高い自己肯定感と自立心さえあれば、子供は勝手に育っていきます。庭に埋めたひまわりの種のようにぐんぐんとたくましく成長します。そして自分だけの花を咲かせます。これならお母さんも安心ですよね。では子供の自己肯定感と自立心を育てるにはどうしたらいいのかというのが今回の本題。というわけで今回は、子供の自己肯定感と自立心を育てる秘訣を4つお伝えさせていただきます。この4つを実践すれば、お母さんの心配事も減り、子育てがうんと楽しくなると思いますよ。というわけで行ってみましょう。子供の自己肯定感と自立心を育てる秘訣、その1つ目はこちら。成人したら自分の力で生活していくんだよと伝える。これは簡単だけど、とっても大切な話です。成人したら自分の力で生活していくんだよ。大学まではお父さんとお母さんが面倒を見るけど、その先は自分の力で生きていくんだよ。1年に1回でもいいので、このようなことを子供に優しく伝えることが大事。なぜなら、自分も大人になるんだ、やがては自立するんだという考えが頭の片隅にあると、子供の行動が自然と変わるからです。小学生であれば、宿題くらいはやっておかないとまずいよな。中学生なら、おちゃらけてばかりいないで少しは勉強もしないとな。高校生なら、そろそろ本気で将来のことを考えないとな。何を思うかは人それぞれですが、だん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 自立する覚悟ができてくる。自分で考え、自分で行動することが増えてくる。これがやがて自分の人生を自分で組み立てていく力になるんです。一方、自立する覚悟がない子供は、将来について考えることを避けるようになります。だから熱意もモチベーションも上がらない。自立する覚悟がなくて大変な思いをするのは、結局子供自身なんですね。そうならないためにも、成人したら自分の力で生活していくんだよと時々伝えることが大切ですよということですね。というわけで、子供の自己肯定感と自立心を育てる秘訣、その2つ目はこちら。まず共感する。親に共感されて育った子は自己肯定感が高くなります。痛いという子供に痛いよね、もっと遊びたいという子にはもっと遊びたいよね、宿題めんどくせっていう子には宿題めんどくさいよね、疲れたという子には大変だったね、山田先生大嫌いという子には山田先生が嫌いなんだ、何かあったの。親に共感されて育った子供は、素直に感情を表現していいんだ、ありのままの自分でいいんだと思うようになります。つまり自己肯定感が高まります。また感情豊かになると多くの人から愛されます。そういう意味でも自己肯定感が高くなるんですね。一方、親から共感されなかった子はどうなるのか。怖がる子供に、こんなことで何ビビってるの、勉強嫌だなっていう子に、何バカなこと言ってるの。ここでちょっと想像してみてください。暑い時は自然と汗が出ますよね。もしもその時に、なんで汗かいてるの、これくらいで汗をかくなよと周りの人から否定されたらどうでしょう。自分って変なのかな、みんなと違うのかなと自信を失ってしまいますよね。感情も汗と同じで、勝手に自然と出てくるものです。それを自分の親から頭ごなしに否定されたらどうでしょう。自分の感情に自信が持てなくなります。
すると感情を表現するのが怖くなる。本当は嬉しいのに喜ばない。本当は行きたくないのにノーと言えない。本当はラーメンが食べたいのに何でもいいよという悩みがあるのに相談できない。そういう子は一見するとおとなしくて育てやすい子供に見えますが、心の中では自己肯定感が下がり続けている。かわいそうですよね。そうならないためにも子供の感情に 100% 共感することが大事。勉強は嫌だよね。お母さんもそうだったもん。でもね、お母さんはこう思うの。というように、まずは共感してから話し合う。これをコネクト&リダイレクトというのですが、まず共感してから話し合うという一つのパターンさえ覚えておけば、子供のどんな感情も受け止めることができると思いますよ。というわけで、子供の自己肯定感と自立心を育てる秘訣の3つ目はこちら。アイメッセージ。アイメッセージは実に素晴らしい会話テクニック。まずはこの2つの言葉をご覧ください。なんでこんなに帰りが遅いの？何考えてるの？なんでこんなに帰りが遅いの？お母さん心配したんだから。日本語は主語がなくても通じるのでちょっとわかりにくいのですが、上の何考えてるのは主語が言う、あなた。だからこれは言うメッセージ。言うメッセージで叱ると子供は責められている感じがして、だってとかうるさいなと反発しがち。親子のいざこざの元になります。一方のお母さん心配したんだからは主語が愛、私。だからアイメッセージ。アイメッセージで叱ると子供はずっと心配してくれてたんだと親の愛を感じます。自己肯定感が高まります。また子供はお母さんの悲しんでいる顔を見たくないですからね。なんだか悪いことしちゃったな、もっとしっかりしなくちゃと自ら行動を改めようとします。つまり自立心が身につくわけです。叱る時だけではなくて褒める時にもアイメッセージは有効です。ありがとう、お母さん助かるわ、お母さん嬉しいわ、お母さん感激したわ、お母さん太郎のそういうところが大好き。アイメッセージで褒めれば子供は自分は役に立っている、自分には価値があると感じ、自己肯定感が高まります。このように叱る時も褒める時もアイメッセージで伝えれば、子供の自己肯定感と自立心の両方が高まります。親子のいざこざも少なくなります。言い方をちょっと工夫するだけで一石三鳥っていうわけです。で、最後、子供の自己肯定感と自立心を育てる秘訣の4つ目はこちら。子供の失敗する権利を奪わない。子供は失敗しながら成長します。転びながら歩くことを覚え、喧嘩しながら人間関係を学びます。つまり子供はもともと自立心を持っているんです。ところがこの自立心を奪ってしまうのが親の先回り。ほらほら、危ないでしょ、急がないと間に合わないわよ、次はこうしなさい。我が子に失敗をさせたくないという親心から出てくる言葉ですが、これが子供の自立心を奪ってしまう。お母さんが起こしてくれなかったから遅刻じゃないというように、誰かに依存する生き方になってしまう。これでは本人がかわいそうだし、お母さんも大変ですよね。そうならないためにも親は口を出さず見守ることが大事。そんな持ち方をしたら牛乳こぼすわよと言いたい気持ちをぐっとこらえて静かに見守る。失敗したら、あらこぼれちゃったわね、どうしたらこぼさずに運べるかなと自分で考えさせる。お母さんなら両手で持つかなとヒントを与えるのもいい。無駄遣いしたら少年ジャンプ買えなくなるわよと言いたい気持ちをぐっとこらえて静かに見守る。あとで買って買ってジャンプ買ってとせがまれても決して買わない。その代わりにどうしたら毎週ジャンプを買えるかなと自分で考えさせる。すると290円は財布から出しておくと改善案を思いつくかもしれません。このように失敗する、自分で考える、改善するということを何度も繰り返すことで、子供の自立心はどんどん育っていきます。自分で生きていける力がついてきます。これが子供の失敗する権利を奪わないということ。それからもう一つ大事なことがあって、それは失敗しても大丈夫という環境を作ること。
そのためにできることは2つ。1つ目は失敗しても怒らない。何やってんの、言ったこっちゃないと失敗を叱ると、子供は失敗は悪いことなんだ、罪なんだという間違った認識を持ってしまいます。また失敗を隠したり嘘をつくようになったりします。子供が失敗した時に親がすべきことは怒ることではなく、どうしたらうまくいくかなと考えさせることです。で、2つ目が親が失敗を見せること。丸焦げになっちゃったでとか、昔の失敗談を話したりとか、親が失敗を見せると子供は失敗は誰でもするんだ、恥ずかしいことじゃないんだと思うようになります。安心して失敗できるようになります。子供の失敗する権利を奪わないことと、失敗しても大丈夫という環境を作ること、この2つによって子供の自立心がぐんぐん育っていくと思いますよ。というわけで今回のまとめです。子育てで最も大切なのは子供の自己肯定感と自立心を育てること。そのためにできることは今回ご紹介しましたこの4つ。それから最後にもう1つ、ぜひ実践していただきたいのが笑顔。子供はみんなお母さんの笑顔大好き、お父さんの笑顔大好きですからね。子供の前での夫婦喧嘩やため息は NG。 いつも笑顔で安心できる家庭環境を作れば子供の表情が変わります。心健やかになり、家族の絆も深めることができると思いますよ。というわけで今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様に感謝して終わりたいと思います。